い、大家好。こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さてさて、どうしよう、クリスマスのこのさ、装飾は、でももうちょっと飾っとこうかな。どう？日本的なその正月飾りみたいのがないから、別にクリスマスを1月中は飾っといてもいいかな。というわけで、メインの方をね、進めつつ、釣りの方もね、進めていきたいかと思います。というわけで、窓ガラスを掃除する。あ、光が差し込んできた。うぐっ。次回だな。ちょっと待って、デイリーの納品だけやらして。花瓶。早く花瓶育てたいな。花瓶じゃない。ごめん、タンス。収める。ペンキ缶は、いいや、後日で。いや、ここまでね、何気なく作ってはあるんだけど。せいぜい来ても、掃除機程度かなって、ちょっと思っちゃったね。甘かったね。急にね、ちょっと殴られた感じだね。どうしよう、ドライバー先に作るかな。ドライバーだけ作っとくのもありか。どうなんだろう。ちょっとね、物が散乱してるんだよね。こうしよう。ドライバーだけちょっと作ったら行くか。で、ちょっとドライバーが出るついでに、間違えました。ついでに、ペンキ缶が出るんじゃないかと期待しているんだよね。出ないかな。お。うろ。あ、これ、こうなっちゃったんだよね、今日。この、体力玉？どうする？体力玉を使うのも、いや、これ回収だな。ドライバーまで持ちそうにない。先にこっち行こう。スペースが持ちそうにない。いや、こっちも、いや、大丈夫だ。まあでも、どうしようかな。またダクトテープがなんか、増える気がする。予感が、良くない予感がする。ダクトテープもな、そんなにあってもだけど、ないと困る。この、苦しみ。いや、でも、あれだ。ゲームやってる人はみんな、あれなんだよ。苦しみたくてゲームやってるんだ。極論。じゃあちょっと、やっぱりね、難易度の高いものを解いたりクリアするってのが楽しいのだよ。最近はあれだな、掃除機ぐらいまでなら、まあまあまあ、頑張れる気がするね。じゃあ人間さ、簡単に終わるものって面白くないからね。程よくね。歯ごたえがあるもの。それが、やっぱ楽しい。掃除機と、いや、まあ、とりあえず掃除機まで行ったから、ドライバー、プリーズ。ドライバー、案外。ちょっと待ってね。
がいい、ドライバーが。結構レベルが高いんだよね。まあ、これは売るかな。今日も短い動画になりそうだが。まあ、しゃあない。どうしようかな。いらないものはね、多分、いっぱいあるんだけど。体力いらないよ。体力じゃない、砂時計いらないよね。まあ、後で考えよう。そう、見てわかるようにですね。お金がすごく増えているかと思うんですけども、2万5千ですね。こっからね、もうよっぽどのことがない限りはですよ。インベントリーマックスなんでね。もうお金を使うところがあんまないんですよね。そうするともうお金は貯まる一方ということでね。使っていかないといけないですね。もうここからはね、インベントリーマックスということは、あ、インベントリー増やすために、ちょっとお金節約しなきゃ、これが、なくなるということですね。大きいよ。一回ちょっと、釣りに行ってこよう。釣り。あ、そうそう、ちょっとルースターフィッシュがね、マックスになりました。やったね。やったね。すごい出る。すごい出る。これ、ここに入れるしか入れることないよね。あれ？トロフィーはまだ入っていません。はい。トロフィーは、どの状態で入ったことになるんだ？イエーイ！イベントポイント。回収。やったね。とはいえ、あと1日しか、ない。どうしようかな。あ、帽子が2つになっている。これ何が出るんだ？あ、釣り竿だ。そうだそうだ。もう忘れてる。何から行こうかの。そう、途中までタップしてやった。どんどん出すよ。ルースターフィッシュ。ちょっとごめんね、今日また鼻炎気味かもしれない。いや、知れないじゃない、鼻炎気味です。お、カンパチだ。ちょっと待ってよ。どの段階、この辺？カンパチもなんか久しぶりな気がする。ブリ食べたいな。カンブリ食べたい。お！タポン！名前が好きなやつ。どう？お！いや、重量は更新したが、115キロか。タポン。1匹出てないんだよね。どうしよう、釣り竿を作りたい気持ちもあるが、これは開けるべきかな、この辺を。イエイ。どうしよう、どっかで使いたいな、これは。割と今回は、いいもの出る気がする。そうでもないかな。で、いいもの出ている気持ちではいる。気
気持ちは、うん。これ今日使うか。一個。お、いいぞ。いいぞ。ダイヤもいいぞ。あ、ちょっと待って。あれ、いつの間に。よし。じゃあ、もうちょ、あ、待って。まだ合成できるものあった気がする。あるね。よいしょ。何回見ても麻雀牌に見えるなぁ。麻雀全然やらないんですけど、あのね、この8番のタックルボックスか。タックルボックスが、何回見てもこれが麻雀牌に見えるっていうね、あの、幻覚を味わってるんですけど。まあまあまあ。あと8分か。まあ、どうせなら使ってしまうか。これあげたい。あ、なかなかの回数。いいね。やっぱレベル高いほどタップ数とかがっつりもらえる感じ。ラッキーキャッチ。回収。3までいったね。マックス6か。いやー、6は無理だな。行ったことないもんね。あと30あるから、まあ、せっかくなんで。釣り竿製作。どうかな。もう1分ぐらいいける？おっと？したら、お、普通、カモン。よし。こうこうこう、回収。こうこうこう、回収じゃない。あ、こっちからもそっか、釣り竿が出る。どうしよう、長靴の予感がする。長靴の予感がする。あ、全然違った、ごめん。全然、そんなんじゃなかった。で、ゼロになったね、体力が。ぐー。すぐなんかゼロになる気がするな。気のせいなんだろうけど。どうしよう。洗剤箱欲しいな。欲しいし。まあ、いや、後で、地下回しときますね。地下を回す。あとやることはこれです。レベル7になったら、なんだか結構回数もキープできてる気がするし、このレベル2の、レベル2のこの、なんだっけ、ヤスリ。これがちょっと出やすくなったのが大きいかな。これ邪魔だから使うかな、これ。あんまり、ブースター意味ないけど、使っちゃうか。ブースターというものが、ちょっと、この盤面上ではもう、今、どうしようかな。ブースターまだいっぱいある。時短、砂時計いっぱいあるんだよね。回復どうする？あと20秒、待ちます？今日何をしとったか話をしよう。今日はですね、この動画的にはね、まあ1日ぐらい前に撮ってるのかな？ 1 日前ぐらいに撮ってるんですけども、今日はですね、昼間が天気良かったので、
まずお布団をですね、干しまして。あ、で、ちょっとしかも、追加で出したい毛布とか、いろいろ出したから、もうそれは大量になりまして、ね。私は冬場はお布団もっこもこにするの好きなので、お布団もっこもこでね。で、エアコンはなるべく入れずに、電気安価で、なんとか過ごすみたいなね。エアコン入れるとね、すぐ喉と鼻がやられるんですよ。貧弱なので。ちょっと気管支系が若干ね、弱い。だいたいいつも風邪ひくときはね、喉と鼻からやられるんですよね。気管支じゃないのか。喉、鼻、耳鼻耳鼻咽喉。このあたりが弱い。咽喉ってあの喉のことね。うん。誤解なきように。どうするかな。どうするかな。砂時計いっぱいあるから。これまだ地下から出せてないやつがいっぱいあるんだよ。でも今日はこれをやるしかないぞ。せめてな、タスクが二股に分かれてればな。こう、バリエーションのある行動ができるんだけど。今やることも延々に台車をタップします。終わり。どうするかな。ハサミもいっぱいあるしなぁ。あえて分割して作ってみるな。行動のバリエーションも。もうこの、あれだよ、砂時計を使うか、ハサミを使うかという、しょうもないって言ったらあれだけど、すごい地味な動きのバリエーションしか今、我には残されておらん。やることをこれですっていう。スペースきついな。花いらない。いらないのはわかるんだけどな。うん。よいしょ、ここはさ、一番小さいのを使うか。ちょっとマックスには本当はしたいから。ハサミかな。ヤジタンかな。砂時計を使おう。何タップとか変わる？どうなんだろう。そろそろこれ売ってもいい気がするな。ここぐらいまではね、頑張れるんだよ。頑張れるんだ。台車、キャリーカートぐらいまでだ。もうこの先はもうきつい。ね。どうしよう、31残しですが。あとは小銭回収してここまでにしとく。もうバリ短い動画だよね。ちら。でも進まないからな、これ。あとはもう永遠に待ちですよ。よいしょ、砂時計一回ぐらい使っとく？もう一回ぐらい。31体力あるから、あと一回ぐらい使ってもいいか。よっ。砂時計をね。ハサミでもいいけど、よいしょ。ハサミはでも緊急事態の時に使いたいしな。収めるものが、もう一個レベルが、もしくはもう二個レベルが低いやつが収めたいよっていう時に。あれ意外と、そっか。
1時間 ?1 時間の回復だと、10タップぐらいしか回復しないのか。ということで、よろしい?それぐらいか、10タップか11ぐらい?もうちょっとあった。12? いや、わからんな。けどまあ、こっちが少しスッキリしたのは、行幸。よし。残り8。こっちで釣り竿を解放したらもう終わりって感じかな、今日は。何が出る?ぐ。いいんだよ。いいんだ。そりゃそういう時もある。うんうん。でね、これで、現状ね、蜘蛛の巣張ってるものがね、なくなってスッキリしましたね。うん。今回これ出ないかな?なんだっけこれ。ターポン、キハダマグロ。これなんだ?アルテミとか?ウルトラレア、この順番か?ちょっと待ってよ。コモン、アンコモン、レア、スーパーレア、ウルトラレア。アルテミとかなんかじゃなかったっけ?これ。なんだっけ?ダメだ、思い出せない。ここにないものってなんか思い出せない。マグロ。なんだったんだろう。マグロ食べたいな。いや。カンパチ。カンパチがいいかな。食べたいもの。というわけで、今日はここまでかな。ここまでだな、きっと。これだけちょっと出して、いや、残り9か。5、6。7、8、9。あ、微妙なとこで終わったな。残りはまたやっておきます。うん。いや、もう今度こそここまでなんだ、今日は。というわけで、今回はちょっと思ったよりは進まなかった。次回までに作れるか、はしごが。まあ無理だったらまたちょっと延々と台車を叩くだけの配信になるかもしれない。ああ、明日なんか始まったではまたちょっと話が変わってくる。というわけでね、ここまでかな。で、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。さあ、この飾りどうするかな。次回。ひょっとしてちょっと全然違うものが配置されてるかもしれない。では、失礼します。